日出城は、現在の大分県早見郡肘町にあった城。江戸時代を通して、木下氏が居城した。明治初期の府藩県三地制下において、肘藩の藩長が置かれた。大友氏の文後国支配時代、大友支配下の大神氏が日出城を拠点とし、文禄二年の大友義宗の海域の後は、早見郡の軍隊となったと与富氏家臣の毛利。 重政が日出場の城代となっているが、この日出場は、現在残る日出場とは立地が違うとされている。現在残る日出場は1601年から1602年8月に、肘藩の初代藩主、木下信都氏が、義兄であった細川忠興の支援を受けて築城した。細川忠興が縄張りを行い、 木下鹿真のあの売り絵門が、野良積みの技法で石垣を構築した。別名、洋国城と呼ばれるがこれは、三大藩主の木下、春長が中国の古書、ワイナイコから引用して名付けたと伝えられる。1874年の廃城令において、廃城処分となり建物は、競売にかけられた。本丸に開校した洋国学者の建物に利用された、防海櫓と、 鬼門矢倉を除いて、建物は、破却や移転によって撤去された。その後、1921年に出陣上小学校の校舎建て替えに伴い防海矢倉は取り壊し、鬼門矢倉は、中村家へ引き取られ移築された。そのうち、二の丸に所在する徳永家に移築されていた、裏門矢倉が2000年に解体保存され、2010年に、 二の丸に一区復元された2013年には、鬼門矢倉が二の丸の町立、万里図書館の敷地内に一区復元された。城は、別府湾に突出した南端の大地に本丸、その東、西、北三方を、この字に囲むように二の丸、その東に三の丸を配置した、はしご角式し平山城で、本丸には、三重天守と五木の二重矢倉、平矢倉一木、大手門から、 多門矢倉を隔てた南部に御点が建てられていた。1602年に建てられた天守は、付け倉を付属する複合式の破風のない相当型で、初茂が南北9軒半、東西8軒、20目が南北6軒、東西5軒、30目が南北5軒、東西島、外観30、内部は3階であった。このように、最下重が上への低減を逸脱して、 大きく作られており、小倉城天守や名古屋城大天守などと同じく、暴露型から相当型の天守に移行する時期の特徴を持ったものであったと考えられている。現存建築史跡にのまる、外郭の移行は不詳。人柱1601年から1602年にかけての築城の際に入れられた人柱の伝説が残る。1960年、城下海岸遊歩道の工事中。 城の西南端から木管が発掘された。木管は岩盤をくり抜いた穴の中に収められ、その上に大石が乗せられて石垣の基礎となっていた。棺の中からは老武士らしき人骨とともに、当世の王像が、大石の上からは、兜の金具などが発見された。大分大学教授らの調査の結果、日出城追記当時の人骨であることが推定された。築城工事は、 城の西南部の地盤が弱く南高寺であったと伝えられており、城の裏木門にあたる方角に位置することから、人柱を建てたのではないかと考えられている。棺が出土した地点の石上には、人柱祠が祀られている。ありがとうございます。